ダムカレーを頭上から空から見た形を、コンセプトとして作らせていただいてます。ご飯を底体にして、あとは、貯水池をカレーに見立ててやっております。で今回は白里町の特産品である、キングポークというお肉を、使わせていただいてます。あとはお米が7階のコシヒカリっていうんですけど、白里町のお弁当屋さんにお米を提供していただいてます。ダムカレーっていうものを知ってもらうっていうのと、あとダムカレーを通して白里町を知ってもらうっていうのが大きな目標になってます。ダムカレーお願いします。7階の米使ってます。キングポーク使ってます。ダムカレーよろしくお願いします。7階の米使ってます。キングポーク使ってます。よろしくお願いします。たくさんの人にやっぱり食べてもらって、その白里町のいいところとかも見てもらって、たくさん知名度も上がるといいなって今は思ってます。本当にダムの形を再現されて、なんかすごいこだわってる形だなって思います。全然あと2杯は行きますね。はい、とても美味しいので何杯でもいけちゃいますね。